利権とは、特定の人や組織が持つ他者に対して協力を行使する力や権限のことを指します。利権はしばしば政治やビジネスの世界で見られ、特定の権力者やグループが自らの利益や目的を達成するために悪用することがあります。利権は不正な手段で得られることがあり、公正さや透明性を欠いた状況を生み出す要因となることもあります。そのため利権の存在や悪用が問題視され、適切な監視や規制が必要とされています。経営者と労働者の団体。パンデミックに大きな影響を与えた団体。再エネと対抗する団体のはずだが違うのか。労働確保のため違法移民や移住を応援する支援団体は増えている。労働確保のための支援団体が増加している現象は世界中で見られる傾向があります。これは違法移民や移住者に対する人権や労働条件の改善を求める声が高まっているためです。さまざまな組織や市民グループが違法移民や移住者の権利を守るための活動を行っており、その数は増加の一途をたどっています。これらの支援団体は違法移民や移住者に対する法的支援や労働条件の改善、住居支援などさまざまなサービスを提供しています。また国際的な活動や政策提言を行うことで違法移民や移住者の権利向上に取り組んでいます。労働確保のためには違法移民や移住者も労働力として重要な存在であることから、それらの人々を支援する団体が増えているのは自然な流れと言えるでしょう。今後も違法移民や移住者の権利を守り、労働環境の改善に取り組む支援団体の重要性はますます高まることが予想されます。それはまずいよね。選挙での隔離権の状況を吟味し投票しなければならない時期だよね。選挙は国の方向性を決定する重要なイベントです。私たちそれぞれが自分の意見や価値観を反映させるために投票することが求められています。しかしながら選挙の際には様々な利権勢力が絡んでおり、その影響下で投票を行うこともあります。そのため隔離権の状況をよく吟味し、自分の信念に基づいて投票を行うことが重要です。意思を持たずに他者の意向に従うことは自らの権利や将来に影響を及ぼす可能性があります。選挙での投票は一人一人が責任を持って行うべき行為であり、社会全体の未来を左右する重要な行動でもあります。自らの信念を曲げず冷静な判断を行うことがより良い社会を築くための第一歩となるでしょう。今こそ隔離権の状況を吟味し、自らの声を投票を通して届ける時期なのです。